はい、こんにちは。今日はね、DJI オスモアクションにガラスフィルム、超薄型コード QH、こちらの商品を貼っていきたいと思います。2枚入りとなっております。こちらが私の DJI オスモアクションとなります。まだね、傷が入ってないんで、今のうちにこちらのガラスフィルムを貼っていきたいと思います。内容物です。こういったケースに入っていきます。まずクロスと油取り用のアルコールが染みたペーパーが入っておりますね。それとホコリ取り用のシールが入っております。それとピンセットがついております。こんな感じですね。それとガラスフィルム、コード QH 超薄型の優れた透過性がある4層構造のガラスフィルムとなっております。各ね、2枚ずつ予備がついてますんで、計6枚入っております。失敗した時にもね、2枚入ってるんでね、安心ですよね。またつけててもね、ひびとか入った場合でも再度買わずに貼り直しが効きますので、ぜひ皆さんも、こちらのメーカーの999円で私は購入しましたんで、2枚入りならお得かと思います。リンクは下の方に貼っておきますのでね、商品リンク、買いたいなという思う方は買ってみてください。早速貼り方見ていきたいと思います。貼っていきます。まず電源は切っておいてください。そしてこちらのアルコール紙で画面の汚れやホコリなどをきれいに拭き取る作業が最初のステップとなります。で、クリーニング紙でアルコール紙を拭き取って、水気が残ってない状態で貼ってください。で、ホコリがついてる場合はホコリ取りテープでホコリを取ります。こんな感じですね。次にシールを剥ぎながらガラス面を出します。その時ガラス面のね、粘着面は絶対、手で触れないでくださいね。指紋がついたら取れませんので、端を持ってここのところを集中してやりましょう。これでガラス面を出しますね。よく拭いてホコリがないかよく見てください。ホコリが入ってたらね、その分きれいに貼れませんので、ガラス面を確認して貼ります。まずよく拭きますね。アルコール紙で画面を拭いた後、濡れてないような感じのうちに、これで剥がしまして、最初はサブ画面から貼ります。いきます。フィルムの真ん中をね、上から下に向かって押して、すぐにガイドルを取り外して慎重に貼るといった具合です。集中して一気にきれいに貼ります。で、これでサイドをきれいに拭きますね。完成です。そういったわけでね、今日はガラスフィルムを貼っていきました。完成するとね、4層式の構造のガラスフィルムなんでね、反射防止、また感度もね、いいし、指紋もつきにくい。で、強度も増しますので、非常にね、超薄型のエッジもね、丸くなってますんで、大丈夫なものとなります。ちょっと反応を見てみますね。反応もいいですね。非常にね、指紋がつかず、滑らかに動きます。こんな感じで。
指紋がつきにくいですよね。最初から画面と比べるとこちらのガラスフィルムを貼った方が指紋がつきにくいといった状態になります。強度も強いのでね、引っかき傷、細かい傷がつかなくて非常に、重宝なガラスフィルムのご紹介でした。そういったわけでね、皆さんもこちらぜひね、まだ貼ってない方は999円で2枚入りなんでね、ぜひ、ガラスフィルム貼ってみてはいかがでしょうか。反応も良くなりましたしね、滑りもいいし見た目も綺麗に貼れば最高にいい感度となります。スルスルっとこういう感じで反応もいいです。はい、こんな感じですね。これでね、画面に傷がつくことがないんでね、傷がついた場合はサブのもう1枚の方で貼り直しが効きますので、999円で2枚入りならお得かと思います。そういったわけで今日はね、オスモアクションにガラスフィルムを貼るところをお見せしました。こんな感じです。綺麗に貼れました。我ながらちょっとね、最初はどうかなと思いましたけど、結構貼りやすかったです。そういったわけでこちらのメーカーのガラスフィルム、オスモアクション用のガラスフィルム、ぜひどうぞ。ではまたです。さよなら。